青山オンライン理工学部機械創造工学科模擬授業宇宙工学の礎ですまずなぜ宇宙へ行くのかということを考えてみましょう「コミック宇宙兄弟第3巻25話」は黒いバンド、えー、塩川キャスターの発言よりということで「でもほら宇宙開発って莫大な資金を使ってますよね」 それもみんな私たちが払っている税金なわけですよ。無人ロケット一回で200億、人を打ち上げるとなったら、一回で600億かかるって話じゃないですか。その割に、有人宇宙飛行での科学的成果が見られないですよね。地球上に未解決の問題が山積みなのに、そんなことにお金を使うのはどうかと私は思うわけです。を元に考えましょう。 宇宙へ行く根拠の必要性なぜ宇宙へ行く根拠を説明する必要があるかというと1、塩川キャスターも言ってましたが、多額の税金を必要とするから。で、塩川キャスターのように額が重要です。比較はね、他の、えー、他とのバランスね、えー。もちろん、日本国内の予算、他の予算とのバランスもありますし、外国と比較して、 えー、たくさん使っているかとか、少ないかとか、そういうことも重要ですよね。さて、目的、目標は大切だからということですね。で、目的、目標の結果として得られる成果が大切だからと、まあ、言い換えてもいいでしょう、さらに、えー、詳しくね。ちなみにですね、目標とは具体的な目的のことでして、えー、勉強することを目的に大学に入学する。 ことを目標ととというこを目標する問題なんですねでも、例えば、勉強することを目標にしてっていうのは、ちょっと違和感あるんでしょ、それだけではね、前後につければ大丈夫な場合もありますけどね、一方、大学に入学することを目的とするっていうのは、まあまあ大丈夫ですね。なので、目的、目標というのは、えー、互いに交換可能なこともあれば、交換不可能なこともありますよということですな。 だから将来、未来は重要だから、そして、えー、現在しか見ない人がいるから、例えば塩川キャスターの発言であれば、えー、今地球あ、地球上にさまざまな問題がある、まあ、今はですね、では将来は、いや、まあ、なくなんとかいう意味じゃなくて、将来どうなのかと、あらゆることを検討した結果として、えー、批判するなら批判するということをやらなければなりませんよねということですね。それで そまあ、有名なのはアリとキリギリス、えー、イソップ寓話ですね。この寓話、フェイブルというのは、教訓を含んだお話という意味ですね。で、この教訓は何かというと、将来を見える,、えー、見えるアリと今しか見えないキリギリスの話ですよね。だから将来困窮するキリギリスは。で、えー、またちょっと別の見方をすると、 えー、危険を冒して餌を集めに行くアリ、外ね、人間に踏まれるかもしれませんし、えー、犬に踏まれるかもしれないですよ。と、それから、えー、安全なところで引きこもってるキリギリスと、えー、危険を犯すアリと、安全に引きこもるキリギリスという面もあるということを、えー、しっかり理解しましょう。 ちなみにですね、将来とは具体的な未来のことでして、例えば私の将来というのは、まあ、現実的な感じしますし、実際に使,い使うでしょ。でも、私の未来という言い方はちょっとファンタジー的ですよね。えー、私は未来に、えー、大学へ行くつもりであるっていうのはなんか変でしょ。私は将来 大学に行くつもりであるなら違和感ないですよねこのように将来と未来も互換できる場合もあるんですけど互換できない場合もありますよそれらをしっかりと理解しましょう国語の力は、えー、とても大切ですよということなんですけどね 続きまして目的に関して、えー、ガンダムにおける宇宙へ行く目的ということで、えー、ガンダムを見てみましょうアニメ「機動戦士ガンダムファーストガンダム」のオープニングナレーションよりということです人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百基浮かび 人々はその円筒の内壁を人工の大地としたその人類の第二の故郷で人々はこう生み育てそして死んでいったと書いてあるんですこの中から宇宙へ行く目的分かりますよねさてこのように、えー、アニメとか漫画とか小説とかファンタジーでもちゃんと目的が書かれている場面っていうのはありますよと。 まあ、そういうところから勉強しましょうということですけどね。さて、目的編ね。現在の目的、目標といえば、軍事衛星が目的になってます。偵察衛星とか GPS ですね。GPS というのは、軍事衛星でやってるんですけど、これは大韓航空機撃墜事件というのがありまして、これは韓国の航空会社である大韓航空というの機体がですね、韓国に戻るときに、 天候不良でソ連領に入ってしまいまして、ソ連の戦闘機に撃墜されて、数百人が亡くなったという事件があったんですけど、それを見たアメリカが飛行機が一撃目でき自分がどこにいるか分かるように、地球規模でですね、飛行機だからまあ当たり前ですけど、地球規模でできるように軍事衛星の位置と えー、その電波情報を与えるということをやりました。なので、我々はそういう、えー、車の GPS は GPS ですので、えー、軍事衛星の,えあの恩恵を受けているというわけですね。で偵察衛星なんかも 日本はなくてですね、福島で事故,事故が起こったとき、衛星写真とかが必要になったんですけど、すべてアメリカから買ってまして、1枚数百万円、アメリカが渡してもいいなと思った映像だけ、えー、もらえるという悲惨な目に遭いまして、今では、あと北朝鮮の、あのー、監視ですね、えー、そういうので、えー、独自の偵察衛星を持つようになりましたけどね。 でえー、通信衛星、放送衛星、携帯電話、イリジウム衛星というのを使ってますが、インターネット接続ではスターリンクというのが接続して、もうこれをインターネットを接続すれば、例えば LINE とかで電話できますもんね、えー。わざわざ携帯電話という必要はなくなったわけですけどね。えー、ちなみに、携帯電話で GPS と呼んでいるものは、あれは GPS ではありませんよ。携帯電電話の電波が入らなくなくった途端 ダメになりますから、ね、地球、あの人工衛星の、軍事衛星の電波というのは地球のどこにいても入りますから、このイリジウムも、えー、それを目指して携帯電話会社になってるわけですけどね、砂漠の上でも、えー、で携帯電話を使えるというわけですな。で、観測衛星、これはまあ気象衛星、天候観測ですね、気象観測から地形を観測したり、あと宇宙を観測したり。 ということですね。から、探査衛星、これは宇宙観測に近いわけですけど、ハッブル望遠鏡、聞いたことありますか ?JWST、このハッブルの光景として、ついこの間、えー、最新の美しい画像を送ってきましたけどね、ジェームズ・ウェブ・スペース・テレスコープといいます。ダブルマップ、これも、はまあ、ずいぶん前からあるんですけど、ウィルキンソン・マイクロウェーブ・アンアイソトロピー・プローブです。このマイクロウェーブというのは、 電子レンジとかに使ってたり、あと携帯電話で 2.4GHz 対、あと Wi-Fi ですね、で使われているあのマイクロウェーブですけども、それをで宇宙を見るとまた違って見えるというわけですな。で将来の目的といえば、新物質、新薬の開発であるとか、新素材の開発ですよね、から新エネルギー源の開発、太陽エネルギー、まあ、要は宇宙で。 太陽電池で発電してそれを地球に送ろうとかっていう研究ですね。それから新資源の金とか銀とかプラチナ、バラジウム、レアースみたいなものを宇宙の小惑星とか、えー、惑星とかそういうところから持ってくるということですな。えー、ただし注意しなければなら,な,な,らないのは、えー、通例数十年先の未来は不透明ですから、えー、このような研究が えー、どうううななるかかっていいいのは、えー、分からないというわけですねその分からない段階から当たり前ですけど研究を続けてないとその恩恵には預かれないというとても当然のことですよねこれこそが、まあ、まさにリリととキリギリスというわけですね、えー、今の問題にどんどんお金をつぎ込んで宇宙,のも宇宙にお金を渋ってたら数十年後に、えー、例えば 他の国が成功した時にはそれをくださいというわけにはいかないですのでそこから買ってくるわけですけど、えー、自分のところで取ればあの1兆円ぐらいで済んだのが他国から買うもんだから、まあ、当然高く売りたいですからね1兆円で取れる時には10兆円で売ってくるでしょうね日本に、えー、というようなことで将来お金を失うことになるわけですよねそれから 中2番目、基礎研究をおろそかにしたものは将来困窮する、まさにアリとキリギリスのことですよね。で、宇宙影響根拠、理由編、一つは、えー、技術波及効果というのがあります。これは技術力向上、宇宙工学の技術、人材は転用可能ということですね。でえー、技術力の堅持 国家の高い技術力の象徴というわけですよね。で、これらを目的にいくというのは変でしょ。だから、ここは理由変です。まず一つ目の技術力向上といえば、宇宙工学、スピンオフ、そこから生まれたという意味ですね、技術です。GPS、もう言いましたね。 で紙をむつこれは宇宙飛行士は船外活動するときに2時間も3時間も外にいるのでおしっこに戻ってくるということは、えー、できないわけです。なので、紙おむつしてやるんですね。それから、えー、そのために改良が宇宙工学のため大人のおむつのための改良が加わ,れて、えー、加わって、それが、えー、今の赤ちゃんの髪紙おむつとか老高齢者のこ 紙を持つとかかに生かされいるというわけですなからカップ麺の具これはあのカップヌードル宇宙へ行きましたけど乾燥のさせ方を水で戻した時に美味しくなるように研究されてっていうことですねそれが地上にも生かされてとでダイヤカットこれですけども、えー、少ない材料でということは軽くするために、えー、まあこういうものを編み出したわけですけど今や、えー、材料を資源を 大切にするももののとして、こういういが、えー、加工も、ね、できるようになったのはつい最近ですから、えー、こういうものが実用化されたというわけですな、それから一方、技術力現氏の方は国家の威信ということなので、えー、つまり宇宙に行かないと発展途上国、あるいは低技術力の国と見なされると。 みされてしまうとそうすると、まあ、宇宙関連の国際共同研究はもちろん、航空をはじめとするさまざまな分野の国際活動に影響しますということなんですね。よって、国家の威信をかけて宇宙へ行くということを、まあ、各国やってるわけです。やりたいわけですな。今度は、え理由と目的、両方混じってるような。 それは知的好奇心ですね。宇宙、地球、生物、人などを知りたいというわけですな。で、これは知りたい心、学びたい心、宇宙がどうなっているのかあの、まあ、観測したりして、これは学習する、知識を蓄えるということですね。そして考えたい心。え心 呼ばれてますね、音故というのは、ふくるきを温めるというのは、古い、えー、現在の知識というのは、別に古いわけじゃないですよ。現在までより過去のという意味です。過去の知識を温める、つまり学ぶということです。新しきを知る、知ると書いてますから、えー、学ぶ方かと思いきや、新しいことです。 とということを、えー、よく学問ということだということを、えー、学びましょうと。それから科学的成果を得たい。これ目的ですよね。えー、成果ですから。で、えー、探査衛星、ボイジャーとかはやぶさなどがありますね、えー。観測衛星として、さっき言ったハッブルとか JWSTW マップありますねというわけですね。そこでですねみんなの、えー、これはも知的後継 というのは太陽圏圏の外にも1号2号いるんでですすじゃ太太陽陽って何ですか太陽系と何が違うんですかというと、えー、太陽から出た物質これはあの放射線ですけど太陽風と呼ばれてます地球にも大量に、えー、降り注いでましてオーロラとか電波障害とかを発生させる、えー、源になってますね大量の放射線を我々は太陽から浴びてるわけですよね。 まあ大気がある程度、えー、大半ですけどね、えー、緩和してくれますけど、太陽放射線の影響は結構でかいです。まあ、それは置いといて、えー、そうしますと、ですね、えー、ヘルスフィアというのができます。これは太陽から出た物質で満たされているこの範囲です。で、この範囲を太陽圏と言います。これは太陽風の、えー、範囲であり、太陽物質の領域でもあります。 ソーラーシステムというと太陽系のことですが、太陽の重力圏のことです。重力はもっと外まで及んでますからね。今、ボイジャーとかも重力には太陽によって、えー重、太陽の重力によって少しずつ減速してますから。それからヘリオポーズといえば太陽風つまり太陽の物質と、それから銀河の物質の。 境界線のこことを言いいまますすういう,ふうになってますけどねそれから、えー、ターミナルショックあるいはターミナルショックウェーブの略なんですけどこれを終端衝撃波といいまして太陽から出た物質は地球の付近では超音速で、えー、という聞いたことありますか流れてるんですでその後、えー、十分広がると暗音速に落ちます、えーその 超音速からアオン速へ落ちる境界,、えー、って境界というか、それが波みたいに見えるので、えー、その終端衝撃波とあのターミナルショックウェーブと言っています。で、この後、アオン速になったやつが流れていく。ここはこのアオン速にここでなって、こう流れていってるんですね。というふうになってます。だから、ヘリオシースと、シースですけど、言えば、 ターミナルショック下流のこのアオン速領域のこと、このこれでいうとちょっと灰色っぽい、ここは青いですね、灰色っぽいところの領域をヘリオシース、特に、あのー、先端の、あのー、銀河風の近いところのことをヘリオシースと言います。で、ボイジャー1、ボイジャー2ってここにいますけど、なぜここにいるかというと、つまりこっちに行くといつまでたっても銀河に到達しないでしょ。だから こっちへ前方向へ向けて、太陽が進んでる方向へ向けて、ボイジャーを撃って、そうするとここ一番近いじゃないですか。で、こっち側とこっち側を調べて、この辺の様子がこ,、まあ、こっち側とこっち側で同じようになっているかどうかを調べてるて、ちょっと頭使って人工衛星も 2, 台打ち上げて2機打ち上げてるんですよっていうようなことも知ってくださいね。で、えー、これはですね、キッチンシンクの流れに類似現象があります。 どういうことかというと、これを見てください、ね。ここにターミナルショックっぽいやつがあって、これですね、こっち側、えー、こっち側は見にくいですけどね、それから、これが、えー、これというのは、ブルーで書くものが、ヘリオポーズです。これもっとねあの、キッチンシンクじゃなければきれいにね、実験装置として。 えー、撮影すればもっときれいにやる、あのー、さ流れが、あのー、分かるんですけど要はこれっていうのはこっから流れた、えー、流れが超音速の流れが青音速になってこうやって流れていってますよね、えー、この超音速の領域が、えー、の外側のここが、えー、ヘリオシースと。 いうわけですねでその境界のこのブルーがヘリオポーズということになってますね。で、えー、実際これ、あのー、両方とも方程式が、これの方程式と、えー、こっちの方程式というのはとてもよく似てまして、えー、類型なので、解、つまり現象ですね、が類似していると。超音速のこの水ですけどね。 超水でも超音速あるんですよ超音速の回、アウン速の回がその間で、えー、があってみたいな、そこに波に見えるでしょこれちょっと消してみれば分かりますけど、ここ波に見えるじゃないですか。これも波に見えるじゃないですか。かまあ止まってますけどね、動きませんけど、それはこれが押してるからですよね、こっちに来ないの。で、えー、この 水の領域が太陽物質の領域、太陽風の領域で、この外側の空気といいますかね、単なる板の領域が銀河の物質の領域と、空気側がね。っていうことで、とてもよく似てるでしょっていうのがね、身近に宇宙がありましたねということですな。で、古代の神話の時代から宇宙は好奇心の対象でした。ね。知的好奇心のね。 宇宙は神の意思で作られて意思の表現ですから、えー、それを研究する天文学と神学という神の学問というのはイコールですね。で、えー、天文学は歴、えー、カレンダーを作るのに使われたり、えー、あと民衆を脅すのに使われたりね、えー、呪術それから占星術それから、えー、呪術の反対のお祓いみたいなねそういうものも全て天文学から、えー、発生しましたよ。 で、例えば妖怪もそうですね、えー、狼男といえば、天文現象である月が満月になったときに、妖怪といいますかね、えー、狼になっちゃうんですね、狼男に、狼女はなんかあんまりいませんけどね。さて、宇宙へ行く根拠ということで、金ピカの話をしましょう。コミックの第1巻、第2話、俺の金ピカよりということです。 シャロンという、えー、キャラクターの女性キャラクターがここ、ムッタという主人公の、えー、先生なんですけど、ここにトランペットがあります。ピアノもあります。ギターも太鼓も、ハーモニカもあります。どれをやってみたいと、えー、大人のムッタに聞くんですね。そうすると、大人のムッタは改装して自分が子供だったとき、全部。 その子供の時のシャロンですよ。えー、全部やるのだって全部やってみなけりゃ決められない。で、今に戻ってシャロンが昔、ムッタにそう聞いたら、全部って言って、片っ端から音を鳴らしていったの、覚えている ?1 時間かけて。それであなた、その中でなぜかトランペットを選んだのよ。どうしてって聞いたら、子供のムッタは、この中で音。 一番音が出にくい。あなたってそういう子供だったのよ。何にでもどんどん挑戦して難しいことを選んだ。えー、そうだったかな。トランペットを選んだのは単に一番金ピカだったからじゃないかな。それならそれでいいのよ。今のあなたにとって一番金ピカなことは何ですね。さて。 ここで問題です。シャロンの言葉の中で最も重要な単語は何でしょうかその単語を挙げて、それを選んだ理由を説明してください。あの単語だけだと、もう適当に選べますからね、ちゃんと理由が説明されてなければ、その単語を選んでも点数はもらえません。そういう問題になってるわけですな。で、えー、ムッタにとってそれが金ピカとは何か自分の考えを説明せよ。ね。 好きなこと、やりたいこと、まあ、なんかいろいろあると思いますがえ目的目標の重要性ベンジャミン・エリジャー・メイズの言葉さて目的地にたどり着けなまま終わる人生は悲劇ではないが目,目指すべき目的地のない人生は悲劇である夢が叶わなくても不幸ではないが心に夢を描けないのは不幸である 星に到達できなくても不名誉ではないが、到達すべき星がないのは不名誉である。失敗することではなく、目的を失うことこそが罪である。さて、メイズの言葉の意味、目的、目標、夢は重要である。ねだから目的、目標を持て、そういうニュアンスがつくあの伝わってきますかでも、えー、でもというか、これは分かりやすいですね。でも それが達成されなくても良いとどこ、この4つの文章、すべてに書いてあるわけですよね。すなわち、成果は重要ではない。そうすると、塩川キャスターのような成果が得られないですよね、などと言ってる人は、あっということになるわけですよね。じゃあ、メイズの言葉は間違っているのでしょうかという問題が出ますよね。目的は重要だが、成果は重要でない。 成果が重要なら何のための目的なのか成果が不要ならなぜ目的が重要なのかだって例えば国家の威信が理由なら失敗できないでしょ成功しなければならないでしょ、えーえー、科学的成果が目的なのにそれが得られなくて良いと言ってるわけでしょさて皆さんどう思いますかメイズの言葉は間違っていると思いますかそれとも、えー、目的が重要である理由を 成果以外で説明できますか、成果以外でね、成果以外で、それを説明してくださいというわけですね。まあ、この中で、えー、メイズの言葉が間違っていると思う人もいるかもしれませんね。それは、えーまあ、思考力不足すぎますよね。なんとなく正しいと思えるのに、ちょっとわからない、ぱっとはわからない、そういうことでなければならないですよね。 さて、宇宙へ行く根拠の話。ここはさっきのシャロンとムッタの会話。ここはメイズの言葉。で、えー、シャロンの言葉で最も、あの今、こういうね、えー、質問をしたわけですよね。これらは、ただ一つの重、えー、この最重要単語によって結ばれているということがわかるはずです。 それは挑戦ということですよね。えー、ムッタにとって金ピカとは何ですかそれは挑戦対象のことです、えー。難しいことを選んだんでしょ、えー、好きなことを選んだ。これが一番楽しそうとか、これが一番好きとか、そういう理由で選んでないですよね。音が一番出にくい。だから挑戦してみたい。だから一番難しいのを選ぶ。 まさに挑戦を、えー、対象を選んでるわけでしょそういうことが分かりますかそれから、えー、挑戦自体が重要だから、目的が重要なんですね。あ目的が、えー、重要なわけではないんですね。というわけで、えー、挑戦自体が重要だから、えー、ということですね。そ最後の。つまり、目的、目標は 成果のためではなく、挑戦のために、えー、存在しているということが分かるでしょうと。そして、この考え方が、ここに書いてあるシャロンとか、えー、のね、あるいはメイズの言葉をすべて統一的に理解するための、えー、に必要なことというか、まあ、挑戦で全てが理解できる。ね えー、真実はいつも一つですけどその真実を、えー、探り当てるのはとても難しいですよねということでもありますね。劇中ではコナンだけにそれが可能なんですよね。えー、同じような情報を、えー、佐藤刑事も高木刑事もあの毛、ー、利、えー、小五郎もみんな持ってるんですけど、えー、コナンだけがそういう真実に、えー、挑戦。 朝鮮に到達できるとまああの優、えー、作もそれから回答軌道も到達しますけどねでもそれらは結局思考力の話だというわけですよな。